ここから本日最後のテーマになります。医療分野のペパレス化に応えるイインクソリューションのご紹介になります。エバリュージャパン営業本部本部長アラン・チョのセッションをお聞きください。皆さんこんにちは。ここからのセッションはエバリュージャパンインクヘルスケアソリューションについて、私は営業本部のエレン・チャンからご紹介もありますので、よろしくお願いいたします。まずは E インクの電子インク技術についてご紹介します。電気誘導式電子インク技術は一般的に電子インクと呼ばれています。プラスチックフィルム状に電子インクを塗布し、さらにトランジスタ回路を貼り付け、駆動 IC で制御してピクセル図形を形成することで電子ペーパーディスプレイが出来上がります。電子インクで使用する原料は印刷産業と同じようなものですが、価格、物理学、電子回路などの分野における知識や技術を融合させることによって、電子インクという全く新しい材料がこの世に誕生しました。他のディスプレイ技術と最大の違いは、電子ペーパーは反射式、ハイステブルなディスプレイ技術であるということです。そのため、視覚上伝統的な紙媒体のように目に優しく低消費電力を実現することができます。電子インクは数百万もの小さなマイクロカプセルで形成されています。各マイクロカプセルはマイナスに帯電している白い粒子とプラスに帯電している黒い粒子が含まれています。プラスとマイナスがそれぞれ反対の電極へ吸着する原理を利用し、電解に電気を通すと、そのエリアに対応した黒色また白色の粒子がマイクロカプセルの上部に移動していき、そのエリアが白色また黒色に移ることができます。電子ペーパーディスプレイと従来 LCD ディスプレイの違いについては、電子ペーパーディスプレイは反射式ディスプレイと呼ばれ、バックライトを全く必要とせず、従来の紙の視認原理と同じであるため、環境が明るいほど電子ペーパーが視認性もより鮮明になります。一方、LCD や OLED などのディスプレイはバックライトがない限り映像を表示させることができないに加え、目が疲れやすいという問題やブルーライトによる影響を受けやすいことが挙げられます。バイステーブルとの特徴、電源が完全に抜かれている状態でも画面がモニター上に消えずに表示され続けます。状態表示でも電力を消費しない超低消費電力ということになります。また反射式技術を利用し、バックライトモジュール、ブルーライトが完全不要で紙のような質感の表示に実現できます。太陽光の下での薄れた視認性、高視野角も従来の LED ディスプレイと異なる点になってきます。なお、2人の写真の比較になりますが、従来の紙と電子ペーパーはどちらも周りの光を利用して画像を表示いたします。光が明るいほど画像が鮮明に表示されます。 LCD にはバックライトが必要でありますため、明るい太陽光の下で読みにくくなっています。A バリューのスマートポール再燃時ソリューションでは、充電式ソラ電池で給電するため、電源ケーブルを設置する電気工事が必要ありません。これにより設置費用や工程時間を大幅削減することで導入しやすくなりました。 A バリュー E インク電子ペーパーソリューションは主な3つの分野になります。1つ、掲示板再燃時用途、25インチ、32インチ、42インチの大型ディスプレイ、白色日食やカラー製品がございます。ヘルスケアソリューションでは、院内案内板や
ナースステーション管理ボードとして使用されております。また eNote 13.3 インチのモバイルタブレット端末もございます。ベッドサイドカートや 5.6 インチ、7.3 インチ、13.3 インチのデザインもございます。突起事故に通常使用される色は赤色になってきます。特に 5.6 インチについてバッテリー駆動仕様で電気工事も不要で導入しやすくなりますし、テーブルサインは4色の電子ペーパーディスプレイもご用意しております。ここでエバリューイインクヘルスケアソリューションの事例をご紹介します。32インチ、42インチの電子ペーパー大型ディスプレイ製品は病院施設内のインフォメーション表示システムとして、病室内の入院患者インフォメーション表示用でディスプレイの代替案、またナスステーションに従来型ホワイトボードに代替案になってきます。現在北米やヨーロッパ医療現場にて多く採用をいただいております。なお導入メリットについては、リアルタイムの情報更新可能になることと、院内機関システムと連動し一括集中管理が簡単にできることになります。システム自体の有線無線通信機能を利用することでリアルタイムに情報更新できます。従来の手書き作業が楽になりますし、履歴も簡単に記録します。また消毒液やアルコールなどの消毒作業、医療現場などの対応はコロナ禍でかなり要求されます。電子ペーパーフィルムは LCD 液晶よりは標準対応しているため、現在医療現場にて活躍されております。省エネルギー仕様について、比較写真のように電子ペーパーディスプレイは低消費電力仕様のため、従来の大型 LCD 液晶パネルと比べると環境に優しく、電気料金などの経費削減にもつながります。また LCD 液晶ディスプレイのバックライトは入院患者の睡眠障害の原因にもつながります。実際北米医療法律では、この入院患者情報を24時間の表示と常にアップデートする必要があるため、完全にディスプレイをオフすることはできないので、 LCD 液晶を電子ペーパーディスプレイに切り替え導入が増えているようです。病室インフォメーション表示システムはここに書かれている表示項目レイアウトで構成しております。患者情報表示、院内管理者情報表示、注意事項表示、ピクトグラム表示、スケジュールとタスク管理などなど、病院施設ごとの需要に合わせてインターフェースモジュールのカスタマイズ対応ももちろん可能になります。エイバリュー製ルームインドアソリューションやベッドサイドカートソリューションとして、電子ペーパー製品 5.6 インチ、7.3 インチと小型ゲートウェイサーバーにて構成しております。従来のナーシングコールによる呼び出し機能では、看護師の往復移動や対応の煩雑さの悩みがあります。患者さんの呼び出し内容や目的が明確に分離されたことによって、業務完結や効率よく対応することが実現できます。また業務向上や患者さんのストレス低減にもつながります。 eInk 13.3 インチ電子ペーパー仕様のエイバリュー製モバイルタブレット端末 eNote もございます。入院手続きや院内配布資料、食事選定などの場面で数多く紙配布や回収業務があります。 eNote に切り替えたことにより、端末上でサインバックができることで一斉配布回収する迅速な対応が可能になります。日々の作業効率向上やペーパーレスの省エネルギー効果もあります。また サーバー上の集中管理も簡単に実現可能になります。 25.3 インチカラフルサイネンジソリューションでは、
従来の白黒よりは白、黒、赤、黄色の4色表示可能のフィルムを採用しております。病院施設内の警告案内や避難ルート案内などの特殊目的に対応可能になりますし、お客様のご要望に合わせてレイアウトとプラットフォームのカスタマイズ必要の SDK、API を提供することも可能です。ここから A バリューセルインクヘルスケアソリューションの製品ロードマップをご紹介します。各シリーズにはそれぞれのソリューション用途に合わせてインチ数やデザイン設計も異なってきます。緑色枠は現在量産中のモデルで、オレンジ色枠は開発進行中のモデルです。グレー色の枠はこれからの企画モデルとなりますが、特にインフォメーション表示システムにはフルカラーモデルも予定しておりますし、要望の多い屋外使用可能なモデル EPT250 にもプランニング中でございます。ここでは以上のご説明を踏まえまして、主の2つのソリューションをまとめてみます。エバルインクインフォメーション表示システムでは、リアルタイムの情報更新、ケアの指導、インタラクティブなメッセージング機能を提供します。医療従事者は、バックエンドから患者さんへの医療プラン、スケジュール、タスク管理を更新し、病室に頻繁に出入りし、確認作業が削減することで、メイン業務に集中できます。また、導入メリットについては、42インチ電子ペーパー表示システムは軽量かつスリム設計となります。取り付け工事が簡単で迅速対応に可能になります。防水防塵性の高い IP65 対応のフロントパネルも採用しており、院内スタッフが日々のアルコール消毒も常に行います。医療従事者のワークフロー効率アップするだけではなく、患者さんへの信頼ケアレベルも向上させます。またエバリューセ 5.65 インチ e インクベッドサイトカードソリューションについては、従来のベッドサイト表示カードの代替仕様となっておりますし、ナースステーションでの一括管理できるシステム提供いたします。シンプルなワンポイント表示として現場では大変活用されているようです。導入メリットとしましては、患者さん情報をリアルタイム更新いたします。テンプレート設計によるカスタマイズ可能なため、多様なご要望に応えられています。また仕様としましては、バッテリークッドケーブルレースの仕様になっておりますので、設計業務がかなりシンプルで導入しやすいことになっております。このセッション内容は以上となりますが、いかがでしたか？ここで表示している URL に A Value E-Ink Health Care Solution のご紹介ビデオをまたいくつもご用意しております。ウェビナー内容と合わせてご覧になっていただけたら幸いでございます。以上となりましたが、何かご不明点やご意見などございましたら、ご遠慮なく次の Q&A タイムにお知らせください。どうもご清聴ありがとうございました。アラン長、ありがとうございました。このセッションについてご質問をありましたら、コメント欄にご入力ください。